はい、皆さんこんにちは。栄養家の小江淵です。皆さんお元気ですか？ね、休校が長くなりまして、ちょっとね、心も体もきついですよね。ね、まあ、あまり無理せず頑張っていきましょうね。本日は、レッスン3、ね、のパート3の、ワークブックリーディングナビの回答解説をしています。一度自分でやった後、丸付けをしてみてくださいね。はい、じゃあしっかり頑張ってくださいね。はい、それではリーディングナビの回答をしていきましょう。はい、まず8番ですね。丸2、これ訳ですね。彼は1839年にパリにパン屋を開きってありますね。 He opened a bakery in Paris in 1839。 ここまでね。はい、じゃあこの後で見ましょう。Popularized many Austrian foods including the kiffel。 はい、これは popularized ってありますけどね、この popularized のこちらにもありますね。 popularized、 これは make something popular、 つまり人気にするということね。何かを人気にする、まあつまり普及させるという意味でしたね。はい、何をかというと many Austrian food、 オーストラリアの多くの食べ物をってことだね。で、ここに including 何々を含むたらね、キープフェレを含むということですね。はい、インクルーディングがね、すぐ前のオーストラリアフードに風船がかかっていきます。はい、ではですので答えはキープフェルを含む多くのオーストリアの食べ物を普及させたとなります。はい、丸3ですね。オーバータイムの言い換えとして最も適切なことを選び記号と答えましょう。はい、これですね、オーバータイム、これは時が経つととかやがてという意味でしたね。はい、で1番がいましょう。 many times、 これは回数を表す time ですね。何回もということです。はい、で いはこのいは何々するにつれて、つまり時が経つにつれてということです。うのオンタイムは、これは時間通りに、時間ぴったりってことね。となりますね。ですので答えは当然いいですよね。As time passed と同じ意味になります。はい、4番ですね。訳になります。ザングのパン屋が開店して、何々後にはってありますね。はい、これはどこでしょうかね。はい、About a decade after the opening of Zhang's Bakery。 ここまでだね。はい、Zhang のパン屋がオープニング、開店した後、ね、何々後には、これはここだね。 About a decade、 decade はこれは10年だよね。はい、ですから約10年後とかだね。約10年後にはフランスの出版物に、はい、これはですね、References to the croissant began to appear in the French press。 これがあれだね、フランスの出版物にですね。はい、何々がですから、これだね、 References to the croissant、 クロワッサンに対する言及だよね。クロワッサンへの言及が began to appear、 現れ始めた、まあ出版物ですからね、掲載され始めたところだね。はい、ですので答えはザングのパン屋が開店して約10年後にはフランスの出版物にクロワッサンへの言及が掲載され始めたとなります。はい、じゃあ9段落目いきましょう。丸6、 What did Zhang influence greatly？ですね、これはザングは greatly、 大いに、 influence は影響を与えるという意味ですね。ですから大いに
何に影響を与えましたかとかね、はい、これは6の部分見てみますと Zhang had a great influence on French baking って言いますね、はい、フレンチベイキング、つまりフランスのパン作りね、に大きな影響を及ぼしましたと言ってますね。と言ってますので、これは He influenced French baking greatly となりますね。はい、丸7です。文に合うように空所の敵も入れましょう。He introduced not only 何々 but also 何々ということですね。Not only but also 囲んでおきましょう。はい、これは以前勉強しましたね。 Not only A but also B A だけでなく B もとだね。はい、ですから7分は In addition to foods from Australia、 オーストラリアディアの食べ物に加えて、はい、ってことはオーストリアの食べ物だけじゃなくてってことだよね、はい、最初にフーズロムオーストリアが来るでしょう。 He introduced a new type of oven、 新しいタイプのオーブンですね、これを導入しました。はい、Which used steam、蒸気を使ったとかね、はい、ここにザッと言うスティームでますからね。ということはこれだね、 A new type of oven、 これ入ってきますね。ですので He introduced not only foods from Australia but also a new type ofOn that used steam となりますね。丸8いきましょう。 The technique of steam baking made his products unique in France の部位に合うように空所の敵を入れましょう。はい、ね、もともと8の分はここまででしょうだよね。 steam baking、 蒸気を使ったパン作りのテクニック、技術はMade his products unique in France、ね、彼のプロダクツ、製品を unique というのは独特なものに made はしたとかね、ことでした。ってことは his products became、 彼の製品は、はい、これはもちろん unique でね、独特なものになりました。Because of は何とかのためにだね。何のためにかというと、これはこれですよね。The technique of steam baking だね。蒸気を使ったパン作りの技術のためだよね。ですので、His products became unique because of the technique of steam baking となります。はい、では重大な中身いきましょう。丸9番。Are most people today aware of Zhang's role in French baking? はい、ここまでが仕事だね。はい。ほとんどの人々、今日のね、人々は、be aware of ってのは、何々に気づいているところです。はい。何に気づいているかというと、Zhang's role。ロールは役割です。はい、インフレンチベイキング、フランスのね、パン業界ですね。でのザングの役割について、今日のほとんどの人々は気づいていますか？ということです。これは、はい、見てくださいね。9番目、Yet しかし、ザングの influential role in French baking、ね、フランスのパン業界におけるザングのね、この影響力の高い役割というものは is hardly recognized。 hardly はほとんどないというね、意味でしたね。ですからほとんど
認知されていないってことだね。ってことなので、これはもちろん NO だよね。 NO THEY AREN'T となります。はい、ここにね、説明ありますね。ハードリーはほとんどないという意味で、程度を表す順位定語だと。このような文は否定文として扱われ、他に scarcely があります、ね、ほぼ同じ意味で使われます、ね、同じような、ものには rarely、seldom などありますよ、ね、入っていますからね、合わせてね確認しておきましょう。はい、11です。文に合うように空所に出来語を入れましょう。He became more famous for his newspaper than for 何々。はい、これですけども、彼は more famous、 より有名になったんだね。この for ってのはね、 be famous を何とかでってことです。彼の新聞で有名だったわけです。で、than です。ってことは何で有名だったか、ね、このフォアがありますからね。さあ、そうしますと、これはですね、これは本文の時の説明したと思うんですけどもね、なんでパン業界でのね、このこれだけ影響の大きいザングの役割がほとんど認知されてない、なんでだろう。それはおそらくね、彼の新聞での成功があまりに大きかったからってことなんだよね。ってことはここに入ってくるのは何かというと、当然、ね、パンですよね、はい。で、それに当てはまるものはどれかというと、この中で見ていくと、まあ、フレンチベーキングと言いたいところです。そうではないよね、これね。こっちの方がいいよね。ちょっと前、後ろの文になってますが、これだよね。The bakery business。ね。これを使うといいですよね。はい。はい、パン業界ですね。はい、よりも、新聞で有名になったというわけですからね。さあ、まあ、この his は生かしていきましょう。ね。his bakery business。ね。彼のパン業界でのね、このビジネスより、ね、新聞で有名になったと。という意味になりますね。はい、12番です。ディプレッサーは何の名前ですか。はい、これは当然、新聞の話をしてましたよね。新聞業界で有名になりましたと言ってましたので、その名前がディプレッサーですからね。これは、はい、新聞社の名前です。はい、13番。His life's true success とは何を指していますか。これですね。彼の人生の真の成功です。これは新聞での成功だよね。ってことになりますので、これはね、まあ、新聞業界での成功ですかね。はい、模範解答困っております。新聞発行における成功って書いてありました。はい、まあ要はね、パン業界ではなくて新聞の方のね、方で成功したとか書いてあればいいかと思います。はい、それでは11段目見ましょう。15番、訳ですね。これは whatever is true origins、 ここまでだね。真の起源が、はい、これはこれだね、 whatever ですね。はい、このそのっていうのは、いつはクロワッサンだよね。クロワッサンの本当の起源が whatever、 まあ何であれとかだね。はい、朝食にクロワッサンと一杯のカフェオレの魅力を我慢できる人は、はい、これはね、レジストが我慢だね。で、アピールが魅力、はい、ですね、はい。ですから、我慢できる人は、はい、このヒューだよね。はい、ヒューは、あがない場合は、ほとんど、ないという意味だったね。ですので我慢できる人はほとんどいないだろうとね、ってことになります。はい、それでは最後コンプリヘンションいきましょう。
本文内にあるように括弧の適切なを入れましょう。in どこどこ people thought 何々 were breaths of fantasy and luxury、 はい、どこどこでは人々は考えました、思いました。はい、まずこれ、この breaths of fantasy and luxury、 空想と贅沢のパンダって言いますよね。これはもちろんクロワッサンだよね。ですからクロッサンで和だからね、クロッサンツね、複数形しましょう。はい、これはもちろん場所を表しますからね、場所ですからフランスだね。 In France people thought croissants were breads of fantasy and luxury となります。2番目、 Zhang's bakery became famous because of his 何々 that used 何々。はい、これはザングのパン屋さんが有名になりました、その理由ですね。はい、これは彼のニュータイプオブオーブンだったね、新しいオーブンありましたよね。でそれは何を使ってたかというと、スティームだよね、蒸気を使っていました。ですから because of his oven that used steam となりますね。はい、3番が there are many 何々 about 何々 the croissant was born。 はい、これはクロワッサンが生まれた何々についてたくさんの何とかがあると。これはパート1、パート2、パート3といろいろお話ありましたよねってことですので、これはストーリーズでいいかな。 There are many stories about、 はい、クロワッサンが生まれたところですが、これ一語ですね、言えるのは。ですので、これはハウを入れましょうかね。もちろんこのハウはどのようにです、どのようにクロワッサンが生まれたかということについてたくさんのお話がありますところだね。はい、ありましたよね。はい、このように入ります。はい、お疲れ様でした。これでね、一応パート3まで一応ね本文全部見ました。この後ねワークブック見ましたか。演習問題なんと4ページなんですよ。ちょっと先生も解説するの大変ですが、頑張って作りますので、皆さんもこの後ね、入試問題と思ってしっかり、ね、解いておいてくださいね。はい、なんとか頑張って作りますので待っていてください。はい、それではまた次回一お会いしましょう。 See you!